はい、皆さんこんにちは。今日はね、安泰さん、大国寺さんまで寄せていただきました。ちょっと花がね、何が咲いてるのかちょっと見ていきたいと思いますが、なかなか由緒あるお寺じゃないですかね、これね。はい、そういうことで本日もよろしくご視聴ください。はい、駐車場はね、ここにありますのでね、何台か、7、8台止めれるんちゃう？10台ぐらいかね。はい、ね、お一人300円って書いてあるな。ちょっと小銭取っておこうかな。まあその前にちょっとね、全体風景だけ。夏も近づく88夜で、あれに見えるは茶摘みじゃないか、文章あって紅葉もあるね。はい、これは何でしょう。参拝ありがとうございます。本堂内拝観は800円、入山散策300円。入山散策やね、私の場合はね。はい、じゃあちょっとお待ちください。樹木03か。300円、どこに入れるの？あ、ここに入れるのか。入れますね。はい、ちょっとパンフレット持っていこうね。はい、300円、払いました。特に何の花があるというあれでもないんか。あ、これもあれが咲いとったやん。あやめか、かきつばだよなこれ。これは何？6月15日か。参拝記念、乾杯記念でね。ここは何ですか？ご飯食べれるとこ。よいしょ。安泰屋。食事のできるとこみたいですね、これ。まあ、ちょっと写しとこうか。うどんって書いてあるね。ノンアルコールビールね。写真がね、紅葉が綺麗かな、ここな。紅葉のあの写真が多いね。ああ、はい。物を触っとんな、前は。はい、ちょっと動画ストップしますね。これが本堂の横ですけどね、ちょっとささゆりが見かけましたね。うまいね。ああ、よく咲いてるわ。今ちょうど見頃じゃないかな。はい、こういう感じでね、裏手に咲いてます。ちょっと雨に濡れてね、よたっとしてるけど、これは綺麗ね。すぐ間近で見れますよ、ここね。藪の中に入っていかなくてもね。
もうすぐ横です。もう道にはみ出してきてるぐらいの感じやからね。はあ、恋愛成就ですよこれね、恋みくじ。皆さん恋愛ねしてくださいね。ちょっと、あ、雨が降ってちょっと倒れかけたやつが多いね。ああね、ちょっとねこういう、もうあれなんか倒れとるやんね。あれ向こうからなんかアジサイみたいな咲いとる。ちょっと散策路みたいにちらっと見えたんでね、それいっぺんちょっと行ってみますわ。何が咲いてるのかちょっと分かれ、闇雲に歩くしかないねこれ、うん。まあなんせここはね、誰でもおじいさんおばあさんでもこれ気軽に見に来れますよ、ここは近いから。ちょっと散策路は分からへんけどね、もうちょっと近づけたらいいんだけど、こんだけ見たら十分でしょうね。左右さんね、環境が適しとるね。やっぱりこう表よりも裏側やね、うん。まあ、もう最後の 1,2,3,4,5,6,7、うん、8,9,10,5 ぐらいか。こういうやつはもう終わっとるんだよな、これ先っぽがもうね、あんななっとし、うん、なんかもうこの辺なってこれ、このもやれ近いとか近すぎますねこれ。ちょっと散策道を回ってみますね。はい、そこに散策道となってます、本堂の横からね。まああんまりもうちょっとごっつい広かったら嫌やな思ってね。これ地図はあるんかな、これ地図。本堂があって、まあ、そんな距離ないんか。アジサイ、モミジ、ササエリア、ササエリア市場やね。先見たささよりこの一番ですからね、本堂の裏ね。ということはまあ山地さんやな、見れるとしたら。3番は何ですか。桜はええ、あ、ちゃうわ、アジサイの4番やね。ちょっとこれ散策路歩いてもなさそうやから、ショートカットして山地さんに行きますすいません。はい、向こうかいね。はい、これはさっきのなんかご飯屋さんで見かけた小坊主みたいなやつやね。よいしょ、これ山アジサイかな。向こうちょっと紫っぽいのが見えてましたからね。で、笹よりはそっちでしたね、本堂の裏。よいしょ、うん、これだけ違うただけでも、この辺でも支えて咲いてるから思うんだけど、咲いてないもんな。ちょっとした環境の違いはものすごいよね、やっぱり。はい、山アジサイ。もうなんか小さいね。まだなんか、咲いてない。咲きかけっていうか。ねえ。支え全然見かけへんもんね、この辺のこと。えらいもんですわ。よいしょ。はい、なんかアジサイね咲いてますけど、ちょっとこう先が少ない感じ。散策できへんで、これ散策通りって書いておくけど、これ道がないみたいね。遭難したくないからね、笹よりも咲いてないしね、うん。はい、まあ、ちょっと奥の方にチラッと見えとんねんけど、こんな藪の中突っ込んでいかれんからね、やめときましょう。ドクダミの花がちょこちょこ、みたいな花がちょこちょこ咲いとんね。よいしょ。ドクダミでしょ。これか、散策。なんか散策というほどの、あれでもないな。笹より咲いてないでしょ、こう。やっぱりあんまり日陰すぎてもあかんからね。かといって火が照りすぎてもあかんという、この塩梅が難しいからね、支えるよね。はい、そういう感じで、またね、興味のある人はまたね、見に来られてはどうでしょうかね。はい、ならまた今日はね、今日もまたね、
ご視聴いただきありがとうございましたね。まあ大国寺さん、国氏が難しい字書くからね、検索しづらいかもしれませんが、まあまあ丹波の方だからね、丹波笹百合で大国寺さんで検索していただいたら分かるんじゃないでしょうかね。はい、それではね、またお会いしたいと思います。まあよろしければね、チャンネル登録といいねボタン励みになりますので、押していただければありがたいです。はい、またじゃあ次の動画でお会いしたいですね。本日もね、ご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。